コアンダイコール1910コアンダマイナス1910コアンダイコール1910はルーマニアの発明家アンリコアンダが製作したサーモジェットエンジンにより飛行する航空機である。実際に製造されたジェット機としては世界初のものであったが地上テスト中に機体が失われたため飛行することはできなかった。1九百十年にカプロニの工場で製作され十月の パリの第2回国際航空博覧会に展示された。しかし12月16日パリ近郊の飛行場での地上テストでコントロールを失い、滑走路を外れ炎上した。コアンダは軽い火傷を負ったが脱出した。これ以後開発は放棄された。機体が破損した試験の際に燃焼ガスが胴体に沿って流れることが観察され、この噴流が 突如の物体の表面に沿って流れる現象は、後に、コアンダ効果と名付けられた。サーモジェットエンジンは、レシプロエンジンでコンプレッサーを駆動して圧縮した、空気に燃料を供給し、燃焼させて、水力を得るというレシプロエンジンとターボジェットエンジンの中間的なメカニズムで、1940年に、イタリアでカンピニカプロに CEC2 が実際に飛行した。 ン安イコール1910では50馬力のエンジンを使って約 2kN の推力を出す計画だった。ありがとうございます。